信長の野望を。神聖。浅井の小谷城を攻め落とし、領土を拡張し躍進する我らが幕府。しかしそんな中若き戦国の覇者、織田信長が盟友六角に侵攻を始めた。頑張って耐えて六角さーん、征夷大将軍足利義輝、動きます。そう、間に合わなんだ。伊賀上野城、落城。ならば三好よ、伊賀上野城を取り返すのだー。よーし、三好6100の兵を派兵してくれるってよ。織田をぶちのめすぞー。ノップは伊賀上野城を落とした後、そのまま日野城に向かっている。ここで奴を撃ち取るぞ、決戦じゃー。部隊数は互角、兵力は3000ほど勝ってる、これならなんとかなるか？それでは、開戦。終わりの田舎侍どもはやたらと盛況だ、一部隊ずつほふるぞ、散開せよー。こっちは将軍以外は国衆だし、指揮官が弱いのが辛いぜ。よし、八須賀小六が軽率にも軒口に特攻してきた、まずは奴をやれー。お、延暦寺と三宝衆の国衆強撃が決まったぜ。八須賀小六など所詮は怒号、ぶっ転がしてやれー。将軍様も合流してフルボッコ、八須賀小六撤退。織田家は徹底的に叩く、撤退させずそのまますりつぶせー。やっちまえー。織田信康が軒口攻撃してきたけど、八須賀小六、改名英津、猛将ってほどの相手じゃなかったけど、国衆たちには荷が重かったか兵力結構削られたな。まあこれで2対3、かなり優位にはなったはず。織田信康も延暦寺と囲んでめっこめこじゃー。織田兵は一兵たりとも逃がすなー。正義執行。成敗。残るはノップのみ。ノップと言ったら鉄砲だ。だがあれは連射できるものではなーい。三宝衆よ、命を落として敵陣に突き進むのだー。三宝衆、玉よけにされる。いや三宝衆頭領自らノップの強撃を愚心している、奴は豪の者よー。あ。信長の新生、入りまーす。出来たての生ビールをお届けー。てんなわけあるか、ノップ強化されちまったぞ。ママよ、あとは正面からぶつかるのみだー。三宝衆ノップお前強すぎん。三宝衆頭領。ステータス100以上差でも立ち向かった、お前の勇気、忘れないぜー。三宝衆の仇だー。将軍様お願いいたしまーす。必殺、久保の立ち位。共にあだなす旧敵を打ち払う必殺の一撃位。その一振りが若き戦国の覇者王月。相手は爆散する。ノップの防御力は驚異の139、さすがに爆散は無理。一応183ほど兵力削れたけど、ノップマジ硬いな。だがひたすら殴り続けた結果、ノップも疲労困憊。ステータスも激減してるぜ。でもこっちも激減してるから、もうただの泥仕合。とはいえ兵力はこちらが上、ノップが弱体化したならもう余裕、とどめをさせー。信長、撤退。織田家に、かーあったどー。とりあえずこれで六角さんの日野城は守りきれたか？敵兵力4000ほどすりつぶしたから大丈夫じゃない？まあ今後の動向を注視だな。ノップはとりあえず日野城諦めたっぽいし、雪がけの打賃ってことで浅井攻めてこっと。城落とすには兵糧足らんだろ。将軍様が囲ってる間に他のお城で準備して、五詰めの兵出してもらうからオーケー。攻撃目標を設定して臨戦状態になると、部隊が強化されてちょびっと腰兵糧も増えるみたい。この世界兵糧すぐなくなるからありがたいな。っていうか将軍様帰還させたいけど、沢山城を斎藤やノップに取られる方が嫌なのよ。ほんとゆっくりしてる暇がねえな。できる細川、藤高さんが勢力目標を提示。これ達成すると提案者の勲功が増えます。へえ、こういうのもあるのな。伊賀上野の奪還を依頼した三好に、織田の軍勢が迫る。うちらも苦戦させられた三好長吉だけど、織田の増援が止まらないから小屋奪還は無理だな。まあ今は日の城落とされなかっただけ良かったとしましょ。だな。将軍様兵糧なくなりそうなんで聞かーん。城落とせなかった場合、帰るまでの兵糧も計算に入れておかなきゃで見極めが難しいな。三好との同盟もあと4ヶ月か。進前して同盟延長するか。いや奴らはいずれ他元を分かつ存在、同盟の延長はないな。同盟終了間際に援軍出させて、奴らの戦力を消耗させてやるー。せこい嫌がらせ。あ、山名の工作で赤鬼の赤井さん忠誠下がっちゃったぞ。お城の外に出しといたらワンチャン引き抜きできないとかあるかな。考え方がせこすぎる。まあ忠誠あげるための下方今度買ってあげるから我慢して。おい。しかしそんなズルが成功することもなく、赤井さん山名に寝返り。数少ない有能な武将が、いとかなし。
お兄ちゃんの英気予算に責任取ってお城管理してもらいましょ。てか人手不足で選択の余地なし。そして沢山城にはゴズメが到着して包囲を再開。これで阿財滅亡だな。夫三好の神前が40溜まった。早速援軍依頼出しちゃいましょ。高取城援軍の場合は、三好7城から8000の軍勢が参戦するみたい。やり方はせこいけど、三好の弱体化にうってつけだな。そうして三好は鈴木とドンパチやり合うのであった。三好さーん、同盟終了オッツ。こらこら。そんな幕府に奴が挨拶に来た。ノップである。なんだと話を申し。どの面下げてきとんじゃボケー。そして謎の四角の狙撃。信長、なぜか斎藤家の暗躍と断定。全重坊さん、ちゃんと当てなさいよ。一人の少女の叱責の声が聞こえたらしいが、真相は闇の中に消えた。チェ、ノップ打ち損じちゃったよ。お宝でも買って気晴らししましょ。あ、二条御所引っ越しのための大事な金を無駄遣いしてんじゃねえよ。てへ。そして我らが出っ歯殿が沢山城を陥落。あざい、けじめ完了。東洋に応じる者は幕臣として馬車馬のごとく働くのだ。幕府はほんと人手不足、浅井は粒揃いだから助かるぜ。一人ダメだったけど磯野さんとか有能な武将に思わずにっこり。よかったな。沢山城は久政さんにお任せします。安定の所要&今の政策だと治療は変更できないのじゃ。幕府なのにほんと権力、よ、は。ぐぬぬぬぬぅ。細川さんから浮田引き抜かない、とご提案。めっちゃ強いからダメ元でお願いしますか。金銭も使うけど、ワンチャンチャレンジだぜ。あ、三好が撤退した高取城筒井が攻めとる。三好ともあと3ヶ月で停戦切れるし、混沌とした時代が来そうだぜ。筒井は結局高取城を落とし、こっちでは毛利と山名がドンパチ。乱世。そしてノップ、お前というやつは、三好が月、筒井がこねした香取城、座りしままに食すはノップ。三好の弱体化のつもりが、ノップに漁振られてしもうた。ここで三好との停戦期限切れ、こや戦略ミスだったな。筒井家の島左近が名前かっこいいから仲間にしたかったのに。あ、お前もこっそり狙ってたのか、残念だったな。後瀬山城の開発が完了しました。さすが信豊さん、仕事が早い。出っ歯殿、内政もできる御仁である。季節の移ろいとともに離宮、家宝を拾ってくる。この特性結構いいな。裏切り影秀、剣豪将軍にふさわしい、名刀、ゲットだぜー。そしてただいまの状況、あまりよろしくない。あ、南側もいつの間にか織田家になっとる。川内畠山家と北畠家も消滅。北畠智則、将軍様と同じ塚原牧伝を師とするのになんと不甲斐ない。まあやる気のない今川のせいだな。兵力的には我らが足利が13000、三好が24000、織田が22000、二正面戦争になったら滅びかねないな。そしてこの大事な時に三好の工作で春元さん忠誠下がる。この権力お化けのおバカー。泣きながらすべての家宝を差し上げた。私のお気に入りの地図と刀が、どんまい。そして春元さんのご機嫌を取ってから、三好の昇竜寺城攻めを決断。ノップは筒井攻めに夢中なので、今のうちに三好と支流を決しましょ。そんでノップマジどうしようかと悩んでたら、外交に役職のコマンドを発見。ノップに役職を与え関係を改善して、同盟を目指すぞー。奴は終わり主語に任命。逆言えば終わりから出てくんなっとの幕府の意思。これでノップの外交姿勢が、普通から有効になって親善が楽になるぜ。将軍様自ら親善することで、半年で同盟締結が可能。これで三好との戦いに、横槍入れられないで済む。だが半年待たず織田が攻めてきて、思いっきり横槍入れられる運命であることを、この時の私たちはまだ知らないのであった。そうなの？臨戦準備が整った、意外感、三好との王、決戦だー。前の戦から1年近く準備ができた、兵力もだいぶ整った、大勝負だぜ。ご命令をください。お、本願寺が同盟も止めてきたぞ。これは渡りに船、同盟締結しましょ。親善すれば援軍も頼めそうだぜ。あ、武田を含む29勢力との外交姿勢が悪化しちゃった。どうやら同盟組みすぎるのも問題みたいだな。では三好との決戦に挑みつつ今回はここまで。兵力はちょっと勝ってるけど部隊数は1負けてる感じか。面白かった。
続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。格上の三好を平定戦と乗り出した幕府、果たして無事この戦を乗り切ることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。